どうもラオチンです。さあ今日も新三国無双8やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はめちゃくちゃ強いけどもすっごい簡単なコンボを紹介したいと思います。このコンボを覚えると拠点を落としたりするときにめちゃくちゃ役に立つのでおすすめです。まず装備が必要となります。どのキャラクターでもね、どんな装備も、つけれますので、どのキャラクターでもいいですよね。つけてほしい装備は、これ、です。槍なのかな？うん。まあ、張飛が持ってるこの槍なんだけども、この槍のモーションがすごく強いです。うん。まあ、この張飛の槍かっこいいので、装備してみてください。これにですね、属性は、斬撃をつけてください。張飛の槍に、斬撃だね。張飛の槍じゃなくても同じモーションだったら大丈夫です、まあ、とにかく斬撃を装備した張飛の槍、これを装備してください。では早速いってみましょうか。それではめちゃくちゃ強いコンボの紹介をします。トリガー攻撃ですね。 R1 と四角を押します。スイッチでは何ボタンになるかは分かんないけども、プレステだったら R1 と四角のトリガー攻撃をしてください。そうするとね、こう飛び込んで攻撃するモーションが出ると思うんだけども、このモーションが出た時に、R2 を押します。そうするとその場ですぐキャンセルが、行われて、またさらにトリガー攻撃を行うことができます。で、これ斬撃がついてるので、この隊長とかを一発で倒すことができるので、もうすぐにね、拠点を落とすことができます。ただ、このネームの敵、こいつらはね、ワンパンじゃないので、こいつらの時はちょっと時間はかかります。でも、このボスじゃない、ネームのがね、いないところだったら、めちゃくちゃ早いの。拠点を取るのが、まあまあボスね、こいつらを倒すのもそう時間もかからないし大丈夫だと思います。まあ、とにかくトリガー攻撃のこれの後にキャンセルを入れて、同じくトリガー攻撃、これを繰り返してっていうことですね。めちゃくちゃ早いよ。めちゃくちゃ早い。いろんなね、属性を試してみたんだけども、風属性か、もしくは斬撃がいいです。うん。まあ、風属性はね、この兵長たちをワンパンできないので、若干時間はかかってしまいますけども、効果範囲が広いので、そこそこおすすめです。でもやっぱり一番おすすめは、この斬撃属性だね。もう速さが全然違うから、むちゃくちゃ速いから、これはおすすめです。まあ、とにかく、この装備、張飛の装備をつけて斬撃属性でトリガー攻撃で飛びかかってキャンセルでトリガー攻撃、この繰り返しです。ほんとこれだけで海外のやつはいけるので試してみてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。